はいどうも皆さんこんにちは、えー、レクセニ講師の弁理士の馬です、えー、それでは応用情報技術者試験対策講座のですねまあプレ講義っていう感じというかまあ対策ですね具体的な講座を使った対策講というところで1時間ぐらいですね話をさせていただきたいと思いますはい、えー、繰り返しますが担当はここに引ンてるんで、ね、レックの馬場でございますよろしくお願いします。 まあ、あの応用情報を、まあ、今年ちょっと講座をやろうということになりましてで、まあ、昔ね、えーとまあ、私の講座を取ったことがある方は、まあ、話を聞いたことがあるかもしれませんけれども、まあ普段はですね便利、えーまあ、士のまあ講義を教えてまして。 でまあ,あの事務所でまあ勤務してるんですけれども、まあ、ソフトウェア系の,まああの特許をやってるということになりますねでもともとその弁理士で今講師をずっとやってるんですけれどもその弁理士になる前はちょうどまさにこの情報処理の試験を教えていたんですよね。でまあ、久しぶりも10 何年ぶりかですかねにまたこの情報処理をこうやるっていう感慨深いものがありますけれども、はい、一応まあ今回まあそういうことでまあ選択、まあ、特に便利式の選択免除も踏まえた上でですね、えー、ちょっと話をしていきたいと思っています。 ねまあ、応用情報技術者の、えーとまあ、学習というところで今回はですね、えーとまあ、どちらかというと本当にコンピューターのがっつりね応用情報の資格を取ろうという方もねもしかしたらいらっしゃるのかもしれませんけどもそうじゃなくって、まあ、何か他のがあるという前提ですね何か他のがあるという前提、うん、他の勉強があるためにいかに時間をかけないか、うん、要するにえっ、ー、といかに消そう。 あの時間をかけないかっていうところが多分重要なのかなというところですね。お金の勉強疫があるために時間をかけないで学習するのかが重要になってくるということになります。で実際応用情報の学習をですねこれ1から全部ね あの例えば講義で本当にやろうとしたら例えば私が前これ昔やった情報処理の資格っていうのは基本情報っていう、まあ、その前のレベルがあるんですけれども基本情報の講義で大体そうですね日曜日の2.5時間だったんですけど1コマがでそれが2コマだから日曜日5時間を半年間まあ4ヶ月だか月やか正確に言うと4か月台やる講座でしただそれぐらいの時間数をかけないとあの当然だめなんですよ1からやろうと思うと。 当然あのそこはでですすね皆さん時間ないわけですよでそこまで時間かけていただきた,いた,だきたくなくてで当然まあ便利士の試験があるもしくは他の試験があるとかいうことになるとそこだけに注力を割くけにいかないというところですねで。そもそも情報処理技術者試験っていうのはベースはこれ独学で学習可能なんですよ。 うん、でそこはねなんか便利士とかの他の資格試験をやってるとまず、ね、学校に行くことまずね習うことが前提だと思うかもしれませんけどそもそも常習技術者試験っていうのはあの独逆に言えばだから独学であ何ですかねもともとコンピューターとかがあの仕事ですよとかそういう人たちが受けるので。 だから全く関係ない人が例えば便利士の試験であれば、ね、全然関係ない人がちょっと便利士やってみようかなってことで受けますから本当の小学者が来るわけですけど通常情報処理特に応用情報ぐらいになると全くのの素人,の人が受けるってことはありえないんですね、うん、なのでか,かといってじゃあその人たちでどうやってやっていくかっつったら当然最初は独学なんですよ。なかなか学校に行ってっていうこともまないのでだからま独学では基本的に学習可能です。ただしかし理解しにくい部分というのはどうしても出てきます理解ししににくくいい部分はどううてても出てくるということこなります。 なのでこの対策っていうところをまあ考えていくんですけれどもまず基本はあの過去問を繰り返すこと午前中が中心でまずは午後の問題があることが重要って書いてありますけれどもちょっとごめん話2番にしようかな。でねその独学の学習が載っていんですけどだから今まで。 まあえー、と応用情報については皆さん独学で先輩の便利受験者たちがやってきてますで実際私の、まあ、受講生さんでも応用情報受かったよって全然関係ないねだ本当に文系の方とかコンピューター全く知らなかったけど民法はちょっと厳しいから、うん、ちょっと応用情報便利試験の場合は選択科目を受けなきゃいけないよねでまあ通常選択科目を受ける科目がないと民法か多分ね民法受けるっていうことになるんですけども民法はかなり大変と昔は著作権法があったんでね、うん、そこで受けられたんですけど今民法になってしまったのでやっぱりかなり厳しいと。 でやっぱそう考えた時にじゃあ応用情報を受けようと言って受かったっていう方は、まあ、何人もいらっしゃいますね。うん、であのポピュラーだと思いますそれ自体は。ただその場合はやっぱ皆さん独学ですよ通常は一般的になかなかだから要するにさっき言ったように学校通うとなるとかなりの時間数を取るんであのとても他の勉強を侵食してしまうんですよ弁理士の試験の勉強とかを。だかそれは本末転倒だよね応用情報受かったけど弁理士の勉強その年できませんでしたとそれは意味がなくなってしまうのでやっぱりある元メインの勉強があった上でってことになります。 だそうするとやっぱりじゃあどうしましょうかというところで独学でやっていただくんですけど、やっぱり自分がいる相談を受けることも多くて質問を受けることも今まで多いんですよ。でそうするとだいたいどこで引っかかるかが分かってるんですね。うん、例えばやっぱりえっ、ー、と規則変換っていう日誌の計算がわからないアルゴリズムができないネットワークの仕組みがよくわからないっていうことになったりするわけですよ。ということはじゃあどういうことかがしたらよくわからない部分についてを講座で担保して うんっていう風にやっていけば一番効率よくできるんじゃないかっていうことであるのがこの講座の目的ですね。はい。だから理想的な学習スケジュールというのをまずちょっと話をさせていただきたいんですけれども、まあ試験当日があります。これが10月の第3日曜と,、えー、と4月の第3日曜日になります。米日受験生の場合はほぼ10月の第3日曜日に受けることになると思います。4月の第3日曜日に関しては、えー、と担当免除であれば受けてもいいかなと論文組の人ですね。 当然その年の試験には使えないんですけれども万が一次の年ですねに <laughs> 受けることになったら使えますからやっぱりあの私の受講生でもそれでねあの助かったという人もいますからまあ4月の第3日曜というのは、えー、担当免除込みであれば受けてみてもいいかなとそれ以外の方はもう10月の第3日曜ということになるかと思います。でその試験当日から1か月前ですね9月の第3日曜か9月のまあ半ば中旬ぐらいからは午後対策っていうのをします。 対策でこの試験についてあとにちょっと説明しますけれども、うん、でそれまではずっと午前問題対策といいうのをしてもらいます流れとしてはこれは始めたタイミングですね始めたタイミングから「午前問題対策」というのをしていただきたいということになります。で情報処理技術者試験はもう一個のガイダンスでちょっと説明したと思いますけれども、まあ、応用情報技術者というのを皆さん受けていただくということになるわけなんですけどこの応用情報はその前に基本情報っていう基本情報技術者っていう資格のまあ上位の資格になっています。 まあ昔は第2種私がちなみに自分が受かった時は第1種情報処理技術者と言ってたんですけれどもうんであの第1種情報処理技術者からその後ソフトウェア開発技術者って名前に変わってで今は応用情報技術者って名前なんですけれどもでここのですね基本情報技術者っていうのがあるんですけれどもまあこれが分かった上での試験なんですよ。で基本情報技術者がじゃあ受けてないと応用情報が受けられないかそんなことはなないですちなみに私は基本情報は受けてないです。 うん、あの理由は簡単で基本情報って、ね、プロググラミングが出るんですよでそれがやっぱね人のプログラムを読むのがちょっと嫌だっていうのと面倒くさいのがあってもう基本情報はすっ飛ばしたっていうで、まあ、いきなりまあだからその第一種受けてしまったんですけど昔は第二種ですけど、まあ、第二種はいいやと思って <laughs> 受けなかったってことはあるんですけどでそのまあ応用情報ですねに関しては、まあ、そうは言っても基本情報の知識はある程度ベースになっています。 なので、もし可能であればいいですか？可能であれば、よく私が今までアドバイスしているのは基本情報の何の本でもいいです。これ優しい本でもいいです。うん。優しい本とか一番読みやすい本でいいです。本屋さんに行って、なぜ図書館でもいいです。うん。基本情報の本を1週間ぐらいでバーっと読んでみてください。うん、あの時間かけちゃダメよ。別に基本情報の試験受けるつもりじゃないし、問題も解く必要はないです。ただ、基本的な内容が書いてありますから、it パスポートだとちょっと遠いんですよ。 うん、ちょっと遠いので基本情報で今言ったようにプログラミングは出ないんですよ応用情報はほとんど。まあ、選択科目で午後でちょっと選べる選べたりもするんですけどただ基本情報みたいにがっつりプログラミングの問題が出るってわけじゃないのでプロググラミングを無視しててもらって結構ですそれからちょっとあとで今日話をしますけれども、N、進数っていう話があります奇数変換っていうのは、ね、2進数とか16進数っていうのがあるんですけれどもこれがちょっとややこしいんですよ。うん、ねえ何これややこしいかってさっねこれ大体ね基本情報のそこから始まるわけコンピューターの基礎で。 始まるんだけど、まあ、言ってしまえば東京で言えば総則です。これでいきない早速でさねえ。樹形団のさ樹形申したってたのを、あのねえ。嫌になっちゃうじゃない。19条とかやりだしたらさらそれと一緒であの基本的には少ないんですよ、うん。そこは気にしなくていいそれ以外のコンピューターの仕組みとか、ネットワークの仕組み、セキュリティとかをざっと読んでいただきたい。 でそれを見ていただいた上であ,あのこれいけそうだなと別にいいですよそこで別に問題解ける必要もないですしやっぱあるじゃない向き不向きってで実は情報処理の試験の勉強で一番重要なのはそれです向き不向きですこれうん。やっぱなかなか向いてないとやっぱりいくらやっても頭に入ってこないからでやってみてあまあやっぱあるじゃない自分的な感覚としてはいけそうだなとかもう全然ダメだと。 もう読んだ段階であこれはなんかね面白くないでやってもしょうがないとか勉強する気も起きないっていうのであると、まあ、ちょっと厳しいかなと思いますね。さっき言ったように、まあ、講座の中では解きにくい分野に関してはあの説明をしていこうと思っています。 なのでまず基本的には1回確認していただいてそこからいよいよえと応用情報の対策をしちょっと他のちょっと講座と違っていましてじゃあ一番時間がかからないやり方はどうかと考えた時に私が思ったのはまずは皆さんに独学ベースって話もあるので、ね、まずはえと応用情報の勉強をまず自分でしていただきたいと。で私の方はそれをサポートしていく役目ということになります。 だ、どちらかというと、あの講座が主ではなくて、皆さんの勉強が主体としてあって、それをフォローをかけていくという感じですね。だ要するにまあ、売ってる。まず参考書をですね。まあ、1冊買っていただいて特にまあ過去問書とかも必要になってきますから、本を一冊買ってきていただいてで、それに基づいてあのまず理解をしていただくとで、その後に講座を見ていただいてあ、こうやって計算するのかとか、特に計算問題だとか、やっぱね。引っかかる場所があるんですよ。で、そこを中心にやっていきたいと思ってます。 で参考書はじゃあどんなのを用意すればいいかというところでまあ基本書というふうに書きまあ、参考書まあ基本書では言わないですけどね一般的にこっちの業界は参考書ですけれどもまあ大体この前の上の3つがあのインプットに使えるものになります。 でまあね、コンピューターの業界知らないと全然この出版社見ても知らないという、ね、あの方が多いと思いますけれども、まあ、コンピューターの本では、まあ、著名な本屋さんで出版社で、まあ、インプレスさんの、まあ、徹底攻略応用情報技術者教科書それから証明者さんですかね、えー、のやつとあと技術評論者さんというのが、まあ、まあこの3つぐらいが代表かなとほ、まあ、他にもあるんですけれども、まあ、この3つのいずれかがよろしいかなと思います。はいでえー、と一応 おすすめではないというかもうおすすめでないというのちょっと言い方変ですけれども、まあ、講座のカリュラムがですね一応考えているのはあのシラバスっていうのがあるんですよこれ IPA という上司の試験の団体があのこのカリュラムで試験を出しますよっていうねシラバスが公表されてます。でそれに沿ってるのは一番なんですよインプレスの、まあ、本なのでまあ,あのこれが一番対応は取りやすいかなと思ってます。 あまあ説明のしやすさなのでまあねなんかあれでしょうだってこれを説明して講座の値段倍にするんだったらこれ買っちゃった早いじゃんっていうのもあるのでまあこれはもう買っていただいてもいいからまあ2冊買っていただいてもいいですよあの表現ほら結構違ったりするから。で1番に関してはあのねこれ買えばねテキストが PDF で手に入るっていう便利でしょ。 タブレットとかに入れられるんで、ま <laughs> ああのこれあの PDF もあの自動的にダウンロードできるんですよ。で問題集も全部 PDF で落とせるかな、あのっいうことがありますから、まあ,あの便利かなと思います。紙でも使えるし PDF でも使えるというのが一番ですかね。でね三番はねなにかアプリがついてくるんですよ。Windows のあの問題集のアプリがついてきたりして結構面白いですよ。うん、だからまあただ Windows ですけど、あのアプリがついてくるとか。で二番は特にそのないかななんだけどまあ過去問やっぱり PDF で落とせると思いました。 なのでまあその3つのどれかですかねをまあ選んでいただければいいかなとまあ一応の1番が一番その調べ数には沿ってるかなと思いますあとは見やすさがあるからねで4番のえっとこれ何かといったらこれ ITEC さんっていうのは情報書類では有名な出版社なんですけれども「あの午前試験対策」っていうところで午前の試験問題に特化した本ですねだからこれだけ買ってもよくわかんないです よくわかんないんですけど問題を解く上では過去問演習のよりはかなりいいかなとだか過去問集は過去問集でいいんですけれどもこれついてるんですけどね本試験の問題集ついてるんですけど、まあ、プラスその高度共通ちょっとここあで話しますけれどもあの情報処理試験ってあ今しちゃうか情報処理試験って応用情報技術者と高度の情報処理例えばネットワークとかデータベースとかっていうあのそういう試験があるんですけれどもそこでそっちの試験は午前問題が午前1午前2ってあるんですよ。 で結構そこの過去問が流用でで出たりすするんですねあの、結構ねあの過去問って流用があるんですよ、こっちの業界は。便利者しかて。だからそうすると、やっぱりあのこのコードの問題もちょっと解いておくと有利ということになりますので、まあ、この午前の試験の対策ということで考えると、まあ、いい本ですね。だからまあ上の本やってみて、過去問やって、うん、なんか足りないなと思ったら、これ使っていただいてもいいかなと思います。ちょっとあのなんですかね、だから書き方は難しいので、これだけ見るとよく分かんないです。絶対あの上の本は必要になってきますねということです。はい でまあ、応用情報をやっていくということで,であとはじゃあ勉強をねこれからしていく上で大切なことというのをちょっと話をしたいと思うんですけれども学習以外に大切なこととで 1, 問1番目というところでニュースサイト等で情報収集してしてほいとでこれ何かといったらやっぱりねコンピューターの業界って結構情報としてこういろんな新しいことが出てくるんですね。うん、で皆さんにそのまず応用情報とかの勉強をする上で押さえていただきたいのはあのコンシューマーレベルいわゆる 一般のパソコンを使うユーザーザが知ってるレベルまでは抑えていたただきたいんです。例えばコンピューターのハードディスクをつなぐ時は USB でつなぎますよとか Bluetooth でつなぎますというのがあったりしますただ無線に関してはあとちょっと今日話をしますけれども無線コンピューター家で使う時は無線 LAN の無線 LAN ルーターに接続しますとこの辺のレベルまではあの実は出てくるわけですよ一般のパンフレットとかをニュースサイトでも。 そのレベルまでは実は最低限分かってないといけないよというところがあるので、まあ、例えば会社でちょっとあの暇な時間ですとかで最近でそのニュースアプリとかもありますけどニュースアプリで例えば IT 系のニュースとかも登録できると思いますから、まあ、そんなのをちょっと気分転換に見ていただけるとよろしいんじゃないかなと思いますね。それから2番、えー、インターネットで用語の意味を調べると、まあ、基本的には情報処理の問題というのは用語を理解してるかどうかというのが問われます。 なのでインターネットで用語の意味を調べていただければそこについては対応を取りやすれからさっきの1番と対応するんですけど3番電気屋さんに足を運んでみるってこれよく私ね情報処理の試験をあの教えてる時に言ってたんですけれどもやっっぱりり具体的なものをししかり見てほいんですよ例えばルーターとハブっていうのがネットワークの機器としてあるんですけどこれはですねまあいいんですよヨドバシでもビッグカメラでも山田でも売ってますから店行けば。でやっぱ具体的に手に取ってみてこんなのなんだって見ることはものすごく重要です。 ハードディスク SSD 売ってますよ、うん、だからそのレベルは今ねコンピューター知らないっていう人がわ、まあ、からないよと言ってたんですけれどもやっぱそのレベルは知っていただきたいパソコン売ってますノートパソコン CPU とかグラフィックスメモリとかって書いてありますよそういったものがパソコンの一般のレベルねが理解できてるところまでは知っていただきたいなあというところですねで4番 IPA これがあの情報処理の,あの試験をしてる団体なんですけど IPA のサイトに行きますと例えば過去問とかが全部あるんですよちゃんと。 うん、あの回答も載ってますから <laughs> そういったところを確認していただければいいかなというふうに思っています、はい。なのでこここまでではあのしっっかりやっていいいたただきたいというとうろですであの結局まあこれをやることによってですね私考えているのは皆さんが情報処理の資格を取った後に便利士として実はこの分野で仕事ができるようになってほしいと思ってですねで自分自身もやっぱ情報処理をやってますし皆さんにもやっぱりこの分野で仕事をするって結構ね仕事としてはあの有望なんですよ昔から情報系って。 でなぜかといったらやっぱりその便利子別の便利子の話になりますけれども、まあまあ、仮にね便利子受験生じゃないとすればぜひこれをきっかけにね便利子目指していただけるといいんですけれどもあの特急業界って、まあ、大きく分けると構造系とあの化学系ですね化系と、まあ、電気系まあその情報も含まれるんですけどこの3つに分かれるわけですね。でまあ化学は化学でちょっとそこで一つの分野に閉じてますからまあちょっとそれを置いといて、まあ、あのバイオンインフォとかってあるんですけど組み合わせもまあちょっと化学は化学であのちょっと置いといて。 構造系です、ね、ものの形っていうのがまあ特許では昔の基本なんですけれども、まあ、なかなか構造系の特許というのは、まあ、技術的にはもう頭打ちになってきていて最近は結構ソフト系の特許がやっぱり多いんですね。うんで,まあ、最近であれば IoT とかね、まあ、皆さんも聞いたことあると思いますけど人工知能とかっていうところで機械学習とかを使った出願っていうのも増えてきてきます。そうなると実はまあ昔からやってる特許事務所は、まあ、やりはするんですけど専門的に対応がなかなかできないんですよそこについては。 うん、そういうできる方もいらっしゃるんですけど、まあ、そうじゃないとやっぱあのなかなか自分でフローチャートを作ったりとかしなければいけないので、そうなるとやっぱりですね。情報系のあの弁理士さんというのが非常に必要なんですけれども、以外にできる人がいないんです。うん。多分情報業界の人はね。この業界流れてこないんですよ。<laughs> あの、残念ながらなので、特急業界では結構ソフト系の弁理士さんは足りないので、だから皆さんにぜひね。 特に今まで文系で関係なくてもやっぱりこれ特許事務所とか転職する上でもね応用情報を持ってますって言えばあやっぱり IT 系ねそこでソフト系分かるんだなっていうところでこれ非常に転職にも有利ですからでも、うん、私なんかでもそうですよね、うん、やっぱ全く知らないと言っても応用情報まで受かってるのであれば、まあ、基本的なことは分かってるなとあとはもう特許的な話をしていけばいいので、うん、そういった意味ではあの非常に有望ですからそのためには今言ったようなあの普段からやっぱりそういう技術をね あの追っていくっていうことはすごく大事で、うんまあ、あのそんな意味ではあの皆さんにねぜひただ単純に選択科目の免除だけで私は言ってるつもりではないです。このう情を取ることによってその先ですよねあのかなり仕事というかあの皆さんの,その便利子としての、ね、流れにつながっていきますからあのそこをしっかりと意識していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。はいえー、それから取材範囲というのがあるんですけれども、まあ、大きく挙けるとこの2つに分かれてます。 あ2つかまあ、3つなんですけどこのテクノロジー系というやつとマネジメント系とストラ,ジテ,ストラテジ系と分かれてますけどこれ画面は分かれてるんですけど結局皆さんが解きにくい分かりにくくいといいかりとうのはこここですもう完全に、うん、このテクノロジー系の特に基礎理論コンピュータシステム技術要素ここができないです。うん、でこっちは例えばねシステム戦略とか経営戦略マネジメントっていうのはどちらかというとビジネス上の範囲なんですよ。 うん、だからなんか私がね私よりも皆さんも詳しい専門家の方いらっしゃってあのもう,そう,いうそういうレベルですだからそういう意味ではここに関しては何か教わってやるという感じではないもう本当に本読んでいただいて分かんないことばかりあれば調べるみたいな、ね、ああこういうこと言うのねとかだって c e の役割何ですかとか本当そういう問題だから、うん、あの非常にあの解きやすいですこっちに関してはだからあまり気にすることはないかなと思ってますだやっていただきたいのはこちらがやっぱり大変です今までコンピューターやってない人はね だから講座の中ではこちらの説明を中心問題を使いつつこちらの説明を中心で一通り参考書多分読んでいただいてでもわからないとなんだよとねハードディスクの容量ってどう計算してるのとか飼育,飼育時間何なのって待ち行列何なのっていうのをこちらの方で説明をしていくということになります。はい、で試験対策に関しては午前と午後に分かれます。 ですね、でまず午前問題に関しては、えー、とこれ4枝なんですよベ理シとの5枝と違って4枝でいいの4枝の択一で80問ですで150分で解いていただくということになりますで48問の正解で合格です上昇の試験はもうこれが6割って決まってます合格ラインが午前も午後もだから6割取れれば合格です単純にそういう計算になっています でさコードっていうのはさっき言ったネットワークとかいろいろシステム関数がいろいろあるんですけれどもそのうち午前問題って午前は12って応用情は1個だけなんだけど、うん、あのコードの場合は午前1午後2ってのなんですけどこの共通の問題は試験範囲が同じなので、まあ、過去問としては両方使えるということになります。であの過去問の学習がすごく大事。 同じ問題が出題されることもあるので、繰り返しの学習をするって書いてありますけど、結局過去問の練習にいかに早く入れるかが合否のポイントになってきます。うん。でもうそこで過去問対策できればもうほぼ,ほぼ試験勉強終わりとそこに入れればね。便利事試験以上です。これは？はい、うんで例えばね。さっき言ったように。じゃあてそのテクニカル系じゃないの？って。まあ多分こんなのも出るわけよ。例えばこれがえっと貯金の問い80ですけど。 技術者の倫理の観点から、職務遂行によって技術者が優先すべきこととして、最も適切なものですかって。もうなんか情報処の勉強じゃないでしょ。ね、まあまあ、多分普通に考えればさ、これ後とかえはこう会社の話ですね。うん、やっぱメインデの技術者の倫理だからさ。倫理でやっぱなんか会社の利益なのさ、コストを体現ってのは、これ会社のためだよね。で、家いいの技術者個人の名誉、名誉はまあいいけどさ。うん、で、なんとやっぱり技術者の倫理の観点って言われたらね、やっぱ公衆の安全じゃないのっていう。まあ、その通りなんですけど。 そんなに難しくはない。と、うん、かってね面白いのはちょっと戻るとささっきのここね企業とホームなんて構んな、ま。ホーム。これ最初の項目知的財産ですからこれね出るんだよ。特許権の存続期間は何年でしょうって <laughs> 逆になんか不安になるねえっ違うのってね、うん、なんか質本当に質感日が20年なんか裏書いてんじゃないかなってねいうふうにね逆になんかすごく不安になるような、ね、問題出ますよ。権、うん、権の設定権はいつから、ね、あの権利から利が発生するでしょうとか うん、すごい簡単な問題出るんですけどそんなの教わってもしょうがないじゃないだから皆さん、まあ、そういうのは全部もうあの自分でやりゃいいと思ってますね。はい、でこれは午前です。だ午前に関しては、まあ、ある程度基本的な内容をやってもらってで主に用語問題と計算問題なんですこれあとはこういうあなんですまあ解釈というか、まあ、3パターンに分かれるんですね。で解釈は問題文を読んで答えればいいですしであとは、えー、用語問題に関しては用語を押されてるかどうかという話になります。 うん、それも4択ですから、まあ、どれか選べばいいとであとしたら厄介なのは計算問題ということになりますので計算問題に関しては講座の中で説明していきますこういうふうに計算しましょうこれがねやっぱり一人でやるとあのつまずくんだよねどうしてもはいでとにかくまず午前の知識をしっかり押さえてください午前の知識をしっかり押さえた上での午後なんですうんで結局午後問題っていうのは午前さえできれば何とかなるんですでね結局午後っていうのが、あのー、まあ記述式になります うん、午後問題は記述式です。まあ、事例形式なんですけどね。これは弁理士受験生の方であればそんな大したことないです。だから30文字で書けとかそういう指示の仕方ですから、論文とか書くわけじゃないうん。例えばセキュリティね、えー、例えば設問1に問1とかね。上記の事例だとセキュリティに問題があることが発覚したとセキュリティが問題となるのはどういう部分ですかと？とね。理由を2つ20文字ずつで書きなさいとか、そんな問題だからそんな難しくないですよ。うんで、結構まあこうで問題。自体は11問中5問です。 回答しななきゃいけないけで,です情報セキュリティが1問目に出てあとは11問の中から4問を選んでください。であのー、まあこれなんですけれどもちょっとこれ文系とか IT と書いたんですけれども特許って書いてあるのこれ何かって言ったら、まあ、文系って言ってるかとかちょっと分かりませんけどいわゆるまあコンピューターをやってなかったよ数学やってなかったよと技術的なことはあまり分かりませんよっていう人向けには、えっとまあ、4問選べばいいんでまあ2、問選べばいいんであ二 9 10 11っってていうあのこれ分野が決まってるんですよ説明ごとにでこの問題を選ぶのがおすすめかなということになります。要するにコンピューターとあまり関係ない話が出てきてるのでまあ多分あの解きやすいかなと思いますね。で逆にコンピューターとかやってきてるよっていう人じゃないと選べないのが3と6はちょっと厳しいですこれは。3と6は結構厳しいです IT って書きましたけど。 ここはあの本当にコンピューターが好きだとかあのデータベースであれば SQL とかっていうあのデータベース言語出たりしますのでちょっと厳しいかなとプログラムはやっぱプログラミング出ますからせっかくプログラミングやらなくていいというのにだからこれやったことがないとそこからやらなきゃいけないんでねちょっと厳しいと思います。でね7組み込みシステム開発のはもうちょっと特殊なんですよ、まあ、エンベレットなんですけれどもこれね実は <laughs> 特許って書いてあるんですけどあの、ね、我々の、まあ、今特許事務所にいらっしゃる方とか実務やってる方は これね発明提案書なんですほぼ組み込みシステムってでこっから実際俺は特許の名刺書書くんですけどなんか私なんかこれね組み込みシステムの問題見るとなんかお客さんから説明を受けてるような気持ちになっちゃうんでねだかなんか問題読みながらクレーム考えたくなるというかそういう問題が出ますだから意外にあのね我々の業界からすると解きやすいと思ってます7は、うん、やもともとやってないとしょうがないけどね ただあのまあ例えばえっ、ー、と今まだこの業界にいないよね弁理士業界とか特許業界にいないよと言ってもあこういうのから特許って作るんだなっていうねなんとなく見えるかなと思います。八はえっ、ー、とね溶けるときと解けないときがあります。うんあのー、まあこちらの図にあるかなとまあ、プログラムチックなのが出るんですけど、すべてプログラムではないのでまあ溶けたり解けなかったりするとで五のネットワークがまあ 私自身はネットワークが好きなので、まあ、あの情報セキュリティーまで勉強するのであればネットワーク難しくないと思うんですけどただまあ,あのちょっと人によるかなと思いますね。ネットワーク難しいのは難しいので考え方が。システムアーキテクチャはうーん、まあ、これも好みが分かれるかなということになります。なのでやる問題をしっかり絞れば実はそんなに対策としては難しくないです。午後うん、でちょっと例えば、まあ、直近の午後問題っていうのをお見せしたいと思いますけど。 これ例えばえとまずこれ,ちょこれ平成30年の秋ですかねの問題だと思いますで例えばチー一に関してはセキュリティ関係ですね、うん、だ難しいですよ例えばこの真ん中ですかね、えー、のところに書いてある DMZ とかって、まあ、DMZ って私これ超かっこいい名前で好きなんですけど、うん、非武装地帯っていう <laughs> のところなんですよこれでミリタリーゾーンっていうまあ分かんなくていいですよまだ勉強してないからねなんでただこれ必須だからあの解かなきゃいけないということになります でこういうことになりますね、はい、あのこれは。でやりまあこんな形で、まあ、ネットワークのこれ結構なんか長そうなんですけどあの、ね、割と結構あるでしょ。うん、あの読むと問題文読めば答え出ること多いんです。だからこれ実は便利士論文とかと一緒で問題文の言葉で答え出せるので割と難しくないですね。やってみると。でさっき言った、まあ、あのこれほとんど選択でしょ。 だから記述はここうういうこと例えば、ね、セキュリティの専門家を参加させる狙いを30時内に伸びようとかってうかこういうことでんか決まってる逆に30時とかこれちょっとやりにくいかもしれませんけどでこれが問1ですね。で問2から選択で,で、はい、もう問2に関してはもう経営関係経営戦略ですからなんかいろいろ好評点とかさ不評点とかなんか面白いでしょスタンプカードあるとかさ <laughs> こんなんですよ。どこがコンピューターの試験なのって感じでしょこんの,の延々と書いてある。 でまあ、ちょっとこれがそのまあビジネスのあ,のあれですよね、うん、フレッシュボンチャートみたいなの書いて、うん、ずっと書いてであこれはまあねパレード図ですよねこれ書いて、うん、ABC 分析 ABC 曲線とかっていう、まあ、これはまあちょっと勉強すればいいわけですよねで改善点とかさ、うん、こんな感じですよ経営戦略ってでなんかちょっと違うでしょこんなんか思ってたのと違うとコンピューターガチガチが出るわけじゃないって、うん、いうことでなんか文系だから解けないって話じゃないよね逆に文系の人が解ける。 私だったら私が今ねあの応用情報を受けるとしたら選ばないです形成で逆に。うん、でも逆にコンピューター専門じゃない人はあの解きやすいかなと思いますね。それとかあの、まあ、これはですねさっき言ったプログラミングなので、まあ、ちょっと厳しいかなと思いますね実際コンピューターやってないとね。うん、あのこういう感じであのファクションでコンピューターの言語の処理ができてしまうので。うん ちょっとまあ厳しいかなと思います。とイオンがえっ、ー、とシステムアーキテクチャというところで、まあ、これは解けたり解けなかったりということですね。問題文を読んでいくと、実は意外にあの5 0問題ができる知識があればあの分かったりするので、あのめ,めちゃめちゃできやりにくいってわけじゃないです。うんで結局また表とかがあるので、結局表とか問題文の言葉を読みこなせるかどうかなんですよ。コンピューター知識があるかどうかというよ。りかはね。うん。 なので、まあ、しっかりこうデータが書いてあるので、まあ、これにあの合わせてあの実際考案ですから、ね、判断していくということになります。はい、まあことでしょう。で、えー、問い合うに関してこれはネットワークということになりますので、まあ、ネットワークの構成が出てくると、まあ、そんなに難しい構成ではないんですけれどもた、うん、だやっぱりここは結構ね いろんな受講生と何かちょっと受けた受講生に言わせるとやっぱネットワークが難しいと考え方が。やっぱりやったことがないからね皆さん。なんですけれどもまあ事例問題で結構解けるようになれば安定して解けるんじゃないかなと思いますけどね。はいうんうん、まあそんなにあの大変ではないんですけどあの一個えっとね得で増えてがはっきり分かれる感じですネットワークに関しては。だからまあおすすめ まあしたいんですけど、うんまあ、無理にはおすすめしないという感じですね。で登録がデータベースが出ましてデータベースに関してはさっき言ったように、まあ、結構データベースの構造とかをやらなければいけないので結構まあこれも得手増えてが出るかなと私はあんまり得意じゃないんですけどデータベース。うん、でこれ s q l サーバーあの s q l 分ですね、うん、s q l 分とか出てくるのであの結構大変かなと思います。 で問い合が、えー、さっき言った組み込みシステムというところで、まあ、我々が特許でよくあの受けなんか話聞く時ですね、まあ、こういう状況を聞いてみたいなふむふむあこういう製品だまあ装置が多いですかね、まあ、あの例えば出願する時はあこういうことですかみたいな感じでねなんか従来に比べてどこが新しいんだろうとかって考え,考えたくなりますけど。 で制御部があってみたいなこれも大体こ特許のの図面に書くのねこういうのたい <laughs> 制御部100がさあってさで電子状とかさネットワーク通信部があってみたいなもう,も,うもう完全にあのハードウェア構成なんかね我々の <laughs> 名刺だ必ず入れますから、うん、もう本当にあれですよ特許の話と一緒ですこれやってるの。でこうフローチャートも入れるからソフト系だと、うん。でこういうフローチャートなんですよ大体こうあの細かいプログラムというよりかはね。うん、なんでう私は特許やすいと思ってるんですけどね。 でこれが解きやすいなと思う人はあの本当にこの分野でお仕事をするのをおすすめします。というからは上システムっていうところでこれはシステム開発ですので、うんまあ、あのやってることは CI とかっていうことなんで、まあ、これも年度によって解けたり解けなかったりしますねでこういうまあテストプログラムとかが、まあ、出てくるんですけど、まあ、全部解ける必要ないので。 まあそれ以外のところが解き,解きやすそうであれば、うんまあ、の解いていくっていうのもあの一つですね。今は分かんなくていいんだよ。今は分かんなくて当たり前だよ。ただ問い求以降はもうこれは完全にあんまコンピューターと関係ないですね。基幹システムがどうだとか、うん、いうことプロジェクト関係の話ですしなん,かなんかコンピューターとはちょっと違うなって感じでしょ。うん、ちょっとど,どんどん先行っちゃいますけど。 うんまあ、問い順もそうですよね、まあ、サーバーの仕組みがどうなってますよって書いてあって、まあ、題材はそうなんですけど、うん、でもやっぱり、うん、なんか全然もうコンピューターの話があまり出てこないっていう、まあ、実際だからグラフとか問題文の言葉から読み取ってくださいっていうことになりますね。で11に関しても同じ、まあ、システム的な監査というところになりますから。 ままあまあこんな感じでなんかい思ってた以上にあれコンピューターっていう試験じゃないんだなっていう印象を持ちたと思うんですよ。で同じようそういう感じで,で結局はあの皆さんねコンピューターってちょっとプログラマーを思いつくかもしれないんですよ。こ,のねこうねパチパチパチってコンピューターずっと打ってる人思いつくかもしれませんけど SE とかだったらそうじゃないわけですね。うん、SE とかだったらお客さんから要求を聞き出して、まあ、それをあのコンピューターのまあスキームにこう持ってくるという形になりますから,から必ずしも別にパチパチコンピューターを打ってる人じゃないということになります。 だからそういった意味では、まあ、実はそういう、ね、人たち、まあ、これから情報処理に対する業界の、ね、まずプロの第一歩としてはそのプログラマーの要請ではないだ基本情報がプログラムが必須とはそこなんですよプログラマーの要請なんですよ。でやっぱり応用情報というのはその後例えばネットワークのスペシャリスト、ね、専門家だったりデータベースの専門家だったりシステム監査とかそれいろいろ分かれてきますからそういった時に関してはあのやっぱりねもっといろんなその幅広い視野が必要ということになってきますのでかなりその業務フローとかの勉強が重要になってきます。はい なのでまあ基本的には半分ぐらいはコンピューターとあまり関係のない話になってきますのでそこについては多分もう完全に皆さん独自でやればいいとで。特に弁理士受験生の方は勉強の仕方たうまいと思ってますし今言ったように文章を読み解く力っていうのはもう弁理士の論文式に比べればあの非常に <laughs> あの事例が思い出しやすいですからこうとかこうと出てきませんから,、うん、からそういった意味ではあの勉強はしやすいと思います。 と言いつ,つじゃあコンピューターが向いてるか向いてないかという部分があるのでちょっと最後にねプレ講義じゃないですけどコンピューターの仕組みというのをちょっといくつか説明させていただきたいと思います。でまず最初えコンピューターの基本的な仕組みというところでまあ5大機能と呼ばれるところから説明をしたいです。まあ、当然あの あれですよまあはしょって話をしますけれどもコンピューターっていうのは実は5台装置と呼ばれるもの5台機能と呼ばれるものがあります。でコンピューターの基本はよくやれるのが入力処理出力なんですこれは。うん 入力要するにデータでも何でもいいですデータを入力して何らかの形で処理をして出力をするちなみにあの我々の特許もそうでこれソフトウェアの特許というのはこれが大事なんです何のデータが入力されてどういう処理をして何が出てくるか,かこれが例えば画像が入力されて1000円化処理ですね画像をきれいにしてそれを表示するこれを3点セットでクレームに書いてるんですけれどもそれは同じでコンピューター仕組みここから来てるわけですよ。まあ、入力力処理出力です でその時に入力装置っていうところで例えばキーボードとかマウスとかもありますし出力装置はププリンターととかか表示デデバイイススですね液晶ディスプレイとかそういったものがありますでそれに対してこの真ん中は制御装置と演算装置というのがありますけど制御装置は各装置をコントロールしています。まだ実際信号線に関してはまあ両方の倉庫に出てたりするんですけれどもまあちょっと今これは模式的に表してます。 で制御装置が各装置をコントロールして例えばデータが入力されれば、まあ、それは記憶装置で記憶もされますしいわゆるメモリーと呼ばれるものですね演算装置で計算される例えばさっきの画像データであれば画像データを入力してで制御装置は画像データを記憶しますね記憶装置にでその記憶,せ記憶された画像データを読みつつ演算装置、まあ、そこで計算をして画質を例えばきれいにしたりモノクロにしたりしますでそのデータをまた記憶してでそのモノクロになったデータを表示するという仕組みになっています だから処理としてはまあ入力力、えー、処理出とということになりますで情報処理の試験では、まあ、入力処理出力装置の処理なんていうのはもう応用情報ではほとんど出ないですね、うん、一応勉強はしますけど例えば出力装置何がありますかと勉強はしますけどこれは基本情報とか ID パスポートの勉強になりますじゃあ応用情報は何ですかと言ったら例えばじゃこの演算装置制御装置っいうのがまあいわゆる CPU と呼ばれるものになりますけれどもこれがどういう処理をしているのか例えばより早く動かすためにはどうしたらいいかと。 いうことですね、例えば処理としてもやっぱり高速化とかいうのが要求されてますちなみにコンピューータのの世界もいいくつか基本概念というのがあります例えば今言ったように処理を高速に動かそうという仕組みであったり信頼性をできるだけ高めるだから高速でなくていいんだけど信頼性を高めようとかいろいろあるんですよ。そういうのが結構トレードオフの関係になっていくのでそこを対比して勉強していくと面白いかなと。なかなかね情報処理の本だとそこがでもぶつ切りになっちゃうんですよ。 あ、ちょっと勉強しにくいのね。うんなんだけれども、そういう趣旨とか、あの背景とね。まさに法律と一緒なんですけれども、そこから理解していくと、実はあの知識はつながっていったりします。それからプログラムをじゃあ実際にこの、ね、じゃ実行しようと今みたいに画像を。例えば画質をきれいにするとか。 ね、そういったものを実行しようと、ね、例えば皆さんがスマホで写真を撮りましたね、それを例えばインスタにアップしますといった時は画質サイズを小さくしたりしてるわけだねじゃあそこの処理はどうしてますかと言ったら基本的には大きく書くとこの3つですよねだからこれがさきた記憶装置が2つですね記憶装置は外部記憶装置と内部記憶装置があるんですけど、まあ、例えばハードディスクにデータが入ってますと、まあ、最近 SSD とかもありますよねシリコン的なディスクもあるんですけど、まあ、ハードディスクに入っているとでそこから CPU が読み出しますと。 で画質をきれいにしてまた保存するとかそういうことまあ皆さんワードであれば例えばワードを起動して明細書書いたり文章書きますよねそれも一緒ハードディスクに入ってるワードのプログラムを読み出してそのデータから例えば文章ファイルを読み込んで処理をします。ただこれね結局何かと言いったらねハードディスクって簡単に言うとね本棚の。で CPU は皆さんの頭脳みそ。でメモリって何なのって言ったら本棚でさ じゃあ、本読もうと、青本が入ってます。基本じってます。本棚の中で、直接こう読む人いないでしょこれは。だから、どうするかっつったら、作業台が必要なの。で、作業台がどこですかっつったら、これメモリなんです。メモリなの。うん、そういうことなんです。だから、だから、コンピューターっていうのは、そのハードディスクと。C. P. U. ですね。これ処理、処理するところ。このメモリが大事になってきます。 メモリの容量、これよくねコンピューターなんかでメモリの容量が大きい小さいっていうんでしょ例えば8メガだとか16メガだとかあ違う8ギガだメガだいけどな8ギガだ16ギガだとメモリの量小さいとどうなりますかっていうとこれテーブルちっちゃくなるん、ね、だよテーブルちっちゃいってことはたくさんの資料を出せないってこと、うん、だからテーブルが大きければメモリが大きければあのこれっていうのは例えば本を3冊置けるわけでも次ちっちゃいテーブルだと本ね1冊しか置けない じゃあ本の中のを持ってきましたどうするって言ったらその本を一旦返さなきゃいけないテーブルんないからね、うん、コンピューターはそこまで便利じゃないからこう立てかけたりできない、ね、うんでこれを実はスワップって言いますコンピューターの用語ではハードディスクから読み込みましたメモリ足りなくなりましたどうしようとよしとね一部メモリに返しちゃえハードディスクに返しちゃえっていうのをこれスワップっていうんですよそうするとコンピューターそこで落ちるって、うん、いうことですねだか結局やってることは難しくないんだけどそういう用語を覚えたきゃいけな、ね、いスワップ処理とか いうことを覚えていかなきゃいけないってことですね。でさらに例えばこれキャッシュメモリーという言葉があります。これ何かっていうとハードディスク本棚めちゃめちゃ遠いの。で作業ここでしたいんだけど本棚遠いから例えば3冊の本欲しいと思ったらどうするかさしょうがないから一旦さあのキャビネットみたいな置くじゃない。それをキャッシュって言います。それじゃハードディスクと例えば C P U の間というのは処理速度がものすごい差があるわけ。 だから一旦キャッシュメモリーに置くってことをしてあげてちょっと速度を改善させるこいつとこいつとこいつの速度の差を埋めるものなんですねここにもありますメモリと CPU の間にもで CPU の中にもあったりします結構あちこちあるのキャッシュメモリーっていうのはでなんでじゃあ全部キャッシュメモリーであればねめちゃめちゃ早いんだけどそれは高すぎるのよ、うん、っていうのとやっぱりねあの意味があるのね何でもかんでも広いじゃあテーブルが広ければめちゃめちゃ作業効率がいいかっつったらさ体育館みたいなテーブルだあってもしょうがないでしょ <laughs> だから何でもかんでも広ければ作業効率がいいってわけじゃんやっぱ適切なサイズがあるのよそれはだからねじゃあ皆さん勉強するときに本30冊広げれば効率いいかさそうじゃないじゃない仕事するときにさ書類30個広げてば効率いいかさそうじゃないよねでも1個じゃダメだよねうん、っていうそういう感じそういそのはやっぱ適宜のサイズがあるのでっていうことですじゃあキャッシュメモリーがあるってことはどういう本を持ってきてどういう本を返すべきかっていうこのキャッシュメモリーの仕組みとかもあります。そこを勉強していくと ということですねだからそこまではキャッシュメモリっていうことがあるよっていうことメモリとハードディスクと CPU があるよっていうところここまでは知っててほしいわけですね要するにまず前提として。でキャッシュメモリの時の書き込みの仕方として例えばライトバックとかライトスルーって話があるんですけどあの方式としてそこはいいです本見てわかんないやって言ったらそれは講座で説明しますなぜかさ一般の人も知らないから一般の人が知ってることはやっぱりある程度は知ってると楽だなと思いますねうん。 それとか例えばハードディスクレイドレイド難しいよねレイドもレイドゼロレイドワンとかあるんですけどこれは実はもうコンシューマーレベルですね普通のパソコンショップに行っても書いてありますうんレイドゼロですレイドワンです例えばパッパローハードディスク売ってますハードディスクナス、うんね、こういうのだからそこのレベルまで実は知ってるといいのだってもうあるんだもんでもパソコンさんの手に聞けば分かるからねいすいませんでさナスどこですかさここですとヨドバシって教えてくれますよナスって何が違うんですかさヨドバシの手にさ教えてくれますから レの0、1とかね、うん、ちなみにレイドゼ0はあのミラーリングストラッピングかデータを分散させるっていうやつですね。で例の1はミラーリングっていうやつなんですけどデータを2つコピーするっていう、まあ、それは要するに速度を重視しているのか、えー、安全性というかねを重視しているのかによって違うんですけれども、まあ、そういう用語ですよを覚えていくということです。そして例えばそのこういう仕組みとしてはあるのは OS。OS って何ですかこれは皆さん知ってるよね OS って聞いたことだオペレーティングシステムですけどさまざまな OSWindows があったり Android ねあれですか全く聞いたことがないってああとごめんなさいもうね Windows って生まれてこの方聞いたことないって人はさすがに無理ですよそこからのレベルだとちょっとおやを始めるのはね相当レベル高いと思うよ Windows を聞いたことがないいや知ったこと知らない見たこともないと、ね、何 Windows さっきと入力装置キーボードとマウスって言いましたけどえ何マウスって何って それさすがにきついけどまあ当然例えばさ Ubuntu 知らないっていのいいですよこれ Linux 系の OS なんですけど、まあ、OS って実はいろいろあるんですこれコンピューターまあ Mac は MacOS 使ってますよねあとは皆さん iPhone とかであれば iOS ですし、まあ、他の Android と、まあ、Android Android と言っちゃってますけどこれ OS の種類ですよねだから Android ってもともと Linux 系なんですけども、うん、でだからここまでを知っててほしいわけ OS っていうところまででもなんでじゃあ OS って必要なの Windows って何で必要なのっていうところまではあのまあ読んでいただいて参考書ね。かかんなきゃ分かんなないで,いいですそこか説明しますな、うんでかだからそのきっかけは説明しますでその時に例えばじゃあ OS ってねなんでこれこ必要だったのかっていうとね OS がないとね全部自分で作んなきゃいけない。例えば昔ですよ昔。まあ、OS はどこまで負担するかなんですけれどもまあまあこの頃昔 OS あったんですけど例えばこうプリンターっていろんな種類が売ってるでしょ。 勉強していいけばいっぱいプリンターありますよねインクジェットプリンターだったりレーザープリンターだったりこういう言葉もねこれはもうコンシューマーレベルの言葉ね一般の人が売ってるレベルだからこういうのはあのしてた方がいいんですよ、うん、でインクジェットプリンターありますレーザープリンターありますスキャナーついてますまあいろんなプリンターありますよメーカーごとに例えば一太郎これアップルソフトですね買いましたこの時ってさ印刷できるかどうかって皆さん気にしたことありますってないんだよね今はこれね昔 一太,まあ、一太郎はねただまあ MS d o ス最初から積んでたからちょっと別なんですけど昔ってねこれどうするかっていうと OS がない時代、うんまあ、一太郎はちょっと OS かホンまたまた一太郎以外のソフトの方が良かったんですけどまあちょっとね、まあ、もうあのさすがに分からないマルチプランとか、まあ、そ,のその辺だとちょっとあれかもしれませんが仮にね OS がなかったとしたら一太郎というソフトはこれドライバーっていうんですけどプリンターの印刷するソフトをドライバーをそれぞれに準備しなきゃいけないんですこ,れこのソフトが。 ですか1太郎だから一太郎昔でソフトを買うと箱にこのソフトの対応プリンターというのが書いてあるんですよ一覧でなんとかとなんとかとなんとかとんとかのプリンターは使えますよって書いてあるのだから例えば「キリ」ってこれデータベースのソフトが昔あったんですけど、まあ、OS がもしっかりなかったとしたらね OS がなかったらキリはこのソフトの中にドライバー A とドライバー C このプリンターとこのプリンターは印刷できるプログラムが組み込まれてるとした場合これね B と D のプリンターは入ってないのよ ってなるとキリを買っても印刷できないんですこれ。昔はこうなんです OS がない時代はだから全部そのソフトを作る時に印刷するプログラムも一緒に作っていかないといけないた例えばこれ新しい例えば複合機ですね最近だとコピー機できましたと両方ともソフトを持ってなければこのコピー機を使ったとしても印刷できないんですこれ。全部のソフトが対応してないとイチタロとかキリとかロータスとか当時のいろんなありますよ P1X とか もう全部そういうソフトが対応してて初めて印刷できるっていう時代だったんです大昔の、ね、OS がない時代、うん、ないってことはないんだけどまあ OS の機能が弱かったんだねで今は特に Windows と OS になりましたで Windows と OS になるとどうなるかっていうとこの印刷の機能を OS 側が実現しちゃうんですもうプリンタードライバーっていう形で、うん、だから一太郎の方は印刷するよってコマンドを送るだけでどのプリンターでも印刷できる Windows じ対応していれば アクセスがデータベースですねアクセスも印刷しますよって言ったらもうどれでも印刷できちゃうっていうあのそういうことですねだから新しい例えばプリンターができましたとこのメーカーがウィンドウ上のソフトを提供すればもうどのプリンターでもソフトでも印刷ができるということになりますこのドライバーさえ選んじゃえばねだからこれ OS があることによってこれ実現できているともし OS がなければこれ各プログラムが全部対応させなきゃいけない俺プリンター一台しかないから言うとうかもしれませんけどそのあなたのプリンターが入ってないのよこのソフトに そうしたらそのソフト買っても印刷できない、うん、っていうそういうですねある部分があってこの OS っていうのがその共通の仕事を全部引き受けてくれるわけ、うん、例えばファイルを保存しますっていうのだって今プログラムを作る時はセーブってコマンド入れればいいんですけどこれもしも OS がなかったらそれも全部自分で作んなきゃいけない保存するってコマンドからでめちゃめちゃ大変なわけだそういう共通の部分をまあ管理したりあとはじゃあこういう複数のソフトがあったらどっちを優先させるかとかそういうのもコントロールしてくれるんですねでこれが OS です だから当たり前で使ってるようなことなんだけれども、まあ、それをしっかり学習していくっていうのが、まあ、一つ情報処理の勉強の目的だったりしますね。あとはさっき言ったで例えばこれ家庭用のネットワークなんかこういう感じで形成あの作られてると思うんですけれども例えばこのクラウドっていうかインターネットと接続されるのは接続するためにルーターっていうものがあるわけですねで。皆さんも多分家にありますよルータータ でルーターっていうのはもういいんですだからなんかインターネットにつなげるため使う,使うためにインターネットにつなげるために使う装置だなってその理解で十分ですよ、うん、その理解で十分、うん、ただそれを何の役割があるのかっていうのを勉強していくのはこれからですだからまずはこのルーターというのがあるんだとあ電源さん売ってるよね、うん、IoData とか NEC のやつあるよねっていうのを見るだけで十分ですそれで,でルーターと例えばネットワークをつなぐためだと有線 LAN でつなぐこともできますで有線 LAN はプリンターとかコンピューターとかいろいろもつなげます で複数つなぎたいのであればハブっていう機械があります。これも売ってますよハブってね。まあ大体まあ5,000とか4,000とかで売ってますよね、うん。だからこれもじゃあ何なんだろうっていうね。今は皆さんに押さえていただきたいのはこういう装置があるよね。だから結果だけでいいんですよ。あこうなればこうなる。うん。だら皆さんもそうでしょ、ね、携帯電話だって別に電話してればボタンを押してつながるんだってそれさえ分かってればいいわけよ。仕組みを知る必要はない。どうやってハンドオーバーするとかね基地局をどうやってまたうかなんかそんなの知らなくていいんですけど。 応用情報になるとまあもうちょっと細かいレベルまでやっていかなきゃいけないということになります。例えばコンピューターはノートパーソコンが無線 LAN に繋がりますよ無線 LAN ルーターだったらね、うん。でそれで十分です。理解としては今はね。じゃあ無線 LAN にするということによってどういうデメリットがあるかとかどういう危険性があるかとかそういったところの勉強が応用情報でやっていければいいかなと思いますね。で実際ただコンピューターは IP アドレスを使って接続しています。ねじゃあこの IP アドレスの一体何なんだと。 いうところで通常はネットワークをつなぐときは I P アドレスではなくってドメインというのを使うんですね。うん。おお、うん、なんかやってよねどっかでね。不正競争防止ですよね。そうドメインですよ。ドメインと I P アドレス。で I P アドレスかじゃドメイン。例えばレックのホームページレック iujb.com っていうのはどうやってねコンピューターを探しに行くのか。でこれは D N S っていうシステムを使ってるんですけどそういうところを勉強していく。そんなのは知らなくていいですよ。うん。Windows とか見ると D N S サーバーの設定とかありますから。まあ若干コンシューマーのレベルなんですけど。<laughs> うん、だからそこをやっぱり細かく見ていくっていうのが応用情報の勉強です。でちなみにネットワークっていうあのもっと高度の試験ですかね。ネットワークスペシャリストとかになるともうちょっとそれが詳しい。じゃあ D N S をどうやって見ていくのかね。具体的にメールとかもどういうふうに仕組みを見ていくのか。こデータのことをパケットって言うんですけど、じゃあパケットの仕組みがどうなっているのかっていうところまでやるのがコードです。応用情報はそこまでいらないです。そこまでいらないということになります。ただそういう時にやっぱり関連する用語ですね。 まあファイアウォールぐらいであれば聞いたことがあるかもしれませんけど例えば NAT とかですね、うん、IP アドレスっていうのはグローバルとこれグローバル IP のアドレスとこっちローカル IP というのがあるわけですねだここの変換の仕組みというのがあったりとかしてだかそういうのを勉強していくということですねはいということですだから皆さんは今はあこういうことをやればつながるんだなっていうことが分かることが重要、うん、でその先は勉強になりますねその先は勉強になるということです で最後にこう出てるんですけれどもで言ったあの N 進数っていうのが割とこれも当然最初からつまずくところなんですよでこっからこうやっ本書いたの情報処理の本でこれ全部飛ばしてくれりゃいいんだけどみんなやっぱり最初に書いてるから最初から読もうとするじゃないでまずここの数ページで挫折するとああ無理無理こんなのできないわってだそれ後にしてくれればいいんですけど私自分が情報処理を教えてる時はこれ全部最後でしたよやってたのうんだって最初にやる必要ないんだもん、うん、っていうことですでね まあ要するに10進数2進数8進数16進数っていうのがあるんですけどコンピューターが2進数なんですよこれコンピュータータってよく2進数、まあ、要するに0か1かということなんですけどなんで2進数使っっててるか知ってますこれ、うんまあ,あのコンピューターの電気のオンオフだからっていうのは、まあ、半分正解かな半分正解でまあそれだけじゃないんですけどだって実際例えばエニアックってこれコンピューター。 まあ、世界最初のコンピューター諸説いろいろあるんですけどあのエニアックだったり、まあ、あのアラン・チューリングが作ったやつとかもあるんですけども、まあ、汎用的なコンピューターっていう意味でエニアックっていうアメリカで作られたコンピューターがありまして、まあ、大きさ的には体育館ぐらいです <laughs> 体育館ぐらいの大きさがあってで体育館ぐらいの大きさがあるんですけど性能的には100円ショップの電卓よりかは悪いです。 <laughs> そういういもんです一番最初ね1940年代ぐらいにできた弾道計算とかをするために作られた、ま、た,ためではないんですけど、まあ、そういうコンピューターででそれなんかは十進数使ってますからコンピューターの処理で二進数使ってないんですよだからでも必須じゃないのよ別に二進数でなんで二進数になったかって言ったらこれね結局最初のコンピューターって真空管でできてるんですそうだ、ね、記憶装置全部真空管使うんですけど真空管がね非常に不安定なんですよすぐ壊れる。 だまずはその電圧を 5V なら5ト一気に電圧をかけるとすぐ壊れちゃうのでちょっと弱くしたいですねちょっと弱くしたいそれでまあ信頼性を稼ぎたいっていうのとその不安定なので例えばじゃあ何ですかだからある程度の敷地を決めてそれより上だったらもうプラスそれより下だったらない。 っていうことでそれわゆる真空管が最初からもうちょっと信頼性が高ければ2進数じゃななかかったかもしれないですこれは、うん、例えばロシアソ連が旧ソ連が確か三進数のコンピューターですかねプラスゼロボルトマイナス5ボルトみたいなことをやろうとしたんですけど、まあ、まあそれは相性が悪かったんでやめちゃったんですけど、うんまあ、要するに二進数を使ったというのはそこですねまず最初はコンピューターとしてはちょっと都合が良かったと十進、うん、数はまあ人間にとっては都合がいいんですけどね うん、ちょっとあんまりよろしくなかったところで、二進数から始まったと。二進数は、単純に、あのけ何、何進数というのは、数字が何個使えるかという意味です。だ10数字が、十進数は、十個目に位が上がる。だから、皆さんは、十進数以外ですと、六十進数を使ってるですよ。時間が。時間は、ゼロから五十九まで行って、そこで位が変わるんだよね。ゼ、う、ロ、んまあ、から五十九秒まで行って、その一分で位が変わって。一分から、また五十九分まで行って、一時間で位が変わるでしょだから、六十進数なんです。 だからいろんな考え方があってで,で普通は一般的には受数。ということになります。で2進数というのをじゃ使おうと思った時にこれ見てって結局だから 0, 0, 1, 1ですで2の来た時にこれ10っていう形だからもう桁上がっちゃうんです。い数字が使えないからで3は11。で4でこれまた 2, 2って数字が使えないから繰り上がるんですけど繰り上がっちゃうと4が100になります。ってことなす こうやっってて計算していくんですずっとだ桁数がめちゃめちゃ多くなるんでじゃあどうしようかと言ってじゃあ3桁ずつ区切ればいいじゃんと。ね、3桁ずつ区切って上げましょうってできたのが発信数なんですで3桁ずつ区切ってでここまで,表現して7で,で次に8になった段階で10にしようと。っ、う、て、ん、なるとこれ2進数の計算を3桁ずつ区切っていけばあの数字に置き換わるんでちょっと桁数が減ると。 いうことですだから昔のコンピューターが、まあ、ちょっとビット数,、まあ、ビット数っていうんですけど、まあ、3ビットの計算も楽だったっていうのもあるんですね。で最近はあの16ビットとか処理が32ビットっう形で16の倍数になりつつあったのでじゃもうちょっとまとめましょうってことで今度は4桁で区切ったんですよ。で4桁ですからあのこれ F までいけるまた、あまあ、数字ないからね0以上。だか4桁で区切って今度はその4桁ずつ数字に置き換えていったのが16進数です。全然分かんないでしょいいんですよこれ分かんなくてまだ。うん なんでまあそういうことが N 進数って使ってるのね。ちなみに二進数使うと指って十本あるんですけど、これいくつまで数えられるかと。うん、言ったら二進数式に数えると、これ千二十四まで数えられるんだよね。だしたゼロでしょ。一で二えくらいがかったんですよ。三四五六七あぼるでくらいだけど八九十十一十二十三十四あずれたなどっかでこれ十五なんだけどという形で。 まあ要するに2481632641282565121024って形で実はあの数えられるっていうのがうんこの指使っていくと2進数って数えられるんですけど12345678とかねあの数えられるんですけどまあそれは N 進数 N 進数はあのすぐ後回しですでこれとかあとアンドワ回路とかってあるんですけどそこは後回しですねでアンドワ回路はえと極めればあの一応選択科目ですね実は試験の選択科目の計算機項目で出るものになります。はい という形です。だから、まあ言ってしまえば、あの、まあ今説明、例えばちょっとね、話し、まあ、NCS はちょっと特殊でしたので、ちょっと話を戻しますけれども、ネットワークの仕組みちょっと話をしましたと。ね、ルーターがあるよ、幅があるよ、とって言ってさ、あのね、本当に今まで話して、コンピューターが苦手な人はもうこれで毛嫌いですよ。ああ、もうダメあもうダメだ、無理無理って。ってなると、<laughs> ちょっと勉強としては厳しいかなと。うん、あの、見極めとしてはね。で、言ったように、まあ応用情報の講座に関しても、まあ内容的には、まず3、基本書読んで、参考書読んでいただいて、 いしょでその上で私の方でテ例えばさっき言ったハードディスクの容量計算あこれは、ね、ハードディスクはこドライバーでしたけどちょっと戻ってこれハードディスクだったでしょでハードディスクの容量計算とか例えばシリンダーの話とかねどうやってハードディスクの構造とかってプラッタがあってこう円盤があるんですよ、うん、そういった構造の仕組みも必要になってきますね、うん、面白いですよハードディスクってさこうやっぱハードディスクっていうぐらいだからこれね磁気ディスクがあるんですよハードディスクってこう円盤にねデータを記録してるの。 でこう円盤にデータを記録してでそこにこうヘッドっていうのはこうね磁石で、ね、当たっちゃいけないの絶対にその円盤にレコードの針みたいなのレコード、まあレコードの針って,ってねもしかしたらわかんない人いるかもしれませんけどレコードの針みたいな感じで読み出すわけですで実際に当たらないんですレコード当たってるけど時期だから読み取るからものすごい狭いの何ミクロンだからな何マイクロンも,ものすごく狭くて確かに卵の煙にも入らないぐらいの隙間うんピンと来ないでしょ でちなみにこのハードディスクあります、ね、ハードディスクにもディスクがあってこう読み出す機械だこういう機械なんでこういうのを読み出してるんだけどこの読み出してる棒ねこのハードディスクの中に入ってるちっちゃい棒をじゃあその隙間の間隔がわからないからといってグワーッて拡大するじゃないで。この棒の縮尺をジャンボジェット機に拡大すると <laughs>、ね、何百倍かわかりませんけどジャンボジェット機に拡大するとでそ地面がねハードディスクだとするとどれぐらいの隙間かっていうとこれジャンボジェット機が地上1 0ンチを飛んでるぐらいだってよくるんですね。 そうであ,のあのジェット機が地上1 0ンチをぶわって飛んでるっていうそれぐらいの感覚しかないですよだからハードディスクってちょっと衝撃がえると壊れちゃうよってのそういうことねうんあのちょっとの衝撃で壊れちゃいますよよくあく何人まで OK って言うけどあれハードディスクってパタッて倒れるとあれでも数字かかるんで <laughs> なんでハードディスクあっという間に壊れますから,だからそういったものも実はあったりして今言ったようにやっぱり。 もう身近な単純にやっぱ何,マイク何,何ミクロンとかね何マイクロですって言われてもピンとこなくてもあそんなに微小なんだとかっていうことが分かればやっぱり仕組みとしては分かりやすい。でじゃあ実際そのハードディスクの、まあ、容量計算はどうしますかとかでキャッシュメモリについてもこれヒット率とかで計算があるんですよ。どうやってやれば効率がいいですかとかいうところの勉強については、まあ、皆さんと一緒にそこはやっていきたいと。 当然まあ一通り何のででもいいですよさっきまあ紹介した本でもいいですし紹介してない本でもいいですけどただ読んだ上でじゃなければあのこれは厳しいです講座としては、うん、講座としては厳しいさあなぜかといったら勉強時間を圧縮したいっていうのが一番の目的あくまでこの応用情報の講座において1から10まで皆さんにやるとは言ってません、うん、もうイメージ的にはもう4と5ぐらいですよそのその隙間じゃあそれがあるとどうなるかといったらもう私の目標としては勉強時間を半分にしたいとそれによって。 また他にやることがいっぱいあるわけだから、うんということになります。自分でかかったのが、多分自分でやったら百時間かかるのが本当に五十時間まで減れば、うんすごい効果はあるかなと。 思ってますので一応そうい逆にまあちょっとスケジューリングがちょっとあのパンフレット上に載ってますけれども一応ちょっと目安ではあれになってるんですけどあの通りいくかどうかは <laughs> 私の講座知ってる方はご存知だと思いますけどちょっとあの通りいくかどうかは分からないですね。うん、でちょっとね開発のところを多めに取ってるんですけどもうちょっとネットワークもしかしたら厚めにやるかもしれない。なぜかといったらセキュリティが絶対必須になっちゃってるから。うん、あそこの対策必要なんですよ午後問題は。 だ、語後問題の対策、もうちょっと必要になってくるので、まあ、もしかしたらあそこをちょっと広げるかなという感じはしていますね。あ、試せません。奇数変換とか、あそこのプログラムもやっぱり基本情報のところがベースにあるんで、あの自分でやってるんですけど、無理なんですよ。うん、うん、そうやってもだそう。もう無理なところはやっぱり一からやりたいなと思ってるし、逆に用語問題とかに関してはさっき言った。じゃあルーターについてね。その仕組みは説明しますよ。ネットワークを切り分けるものです。とかっていうそれはやるんだけども。 で例えばハブを使いますと、ね、言った時にじゃあスイッチングハブと通常の、ね、ハブはどう違う、まあ、スイッチングハブはほぼ一緒かな、うん、で一緒なんですけれどもで、まあ、機能としてじゃあルーターとスイッチングハブはどう違うのとやつのスイッチどう違うのというのはやっぱりやっていきますんで。 はい、だからそんな意味では、まあ、あのうまくねその効率よく皆さんが自分でやるべきところと、ね、私が言うべきところここがしっかり墨分けができればあのよりね効率よくできるんじゃないかなと思ってますので一応そういう目的の講座だというところで考えております。はい というところでまあちょっと今日聞いてみてお頑張っていけそうじゃないかとね情報処理でいけそうじゃないかという方は、えー、ぜひねあのこのまま一緒にやっていければいいと思いますし先ほど言ったらまあ基本情報の本をねまず一通り読んでいただいてまず判断していただくというのも非常に大事ですので、はい、基本情報の内容を全部知っててくださいということではないです、うん、読んでいけそうかどうか判断するだけあ基本情報も結構計算とか出てくるんであのいいですよそこは、うん、理解しようと思わなくていいですだ読んであこういうことやるのねとだ1週間で言いましたけど1週間じゃなくてもいいですよ本屋でバーッと見ていただいても <laughs>、うん、はい というところになります。っていうことで、えっ、ー、とまあ今年ね応用情報の講座というところで皆さん一緒に頑張ってやっていきましょう。はい、えー、で今回のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。